2022年どうなっちゃうの。皆さん始まりました。今回もおなじみの幸せメガネでございます。タイトルの通り今回はですね、2022年がどうなっていくのかっていうのを人気占い師の方に占ってもらおうと思います。すごい時代になっちゃいました。紹介していきましょう。教えてレオン先生。レオンと申します、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私はいつも、タロットカードの方を、主に使いながら、あとはオラクルカードとか西洋占星術なんかをね、使って一生懸命お答えさせていただこうと頑張っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。楽しみです。それでは早速行ってみましょう。さてレオン先生が占った2022年の運勢、12星座のランキング形式にしておりますので、11位から今回は発表していきたいと思います。まず第11位、はい、はい、11位は獅子座です。獅子座、獅子座は身近な人から何かを受け継ぎそうな年、人とのつながりを大切に、ご自身のこだわりから周囲の意見をちょっと受け入れなくなりそうです。でもそれゆえに人とのつながりがとても大切だっていうことに気づくので、自分は愛で支えられているっていうことにまた気づくんでしょう。なるほど、5月から9月すごく機運がいいんです。なんで臨時集中とか社会的な何かを継承するかもしれません。多忙になるので健康管理には注意してください。なるほど、今のところ抑えていけば2022年はいい年になります。大丈夫です。それでは次10位、はい、お願いします。10位は水瓶座です。はい、水瓶座、水瓶座さん金運はいいんです。自分らしさを生かすことで収入がアップします。自分の才能を生かすことを意識して物事に取り組む、そうするとお仕事もうまくいきそうです。そう、水瓶座さんは本当に生きがいってそういう思えるような仕事に出会うチャンスもありそうなんで、ちょっと羨ましいですね。そうなんですよ、そうなんですよ。金運1位のところ生かして頑張っていただきたいなと思います。それではじゃんじゃんいきましょうか。次が9位ですね。はい、9位は牡牛座さんです。牡牛座、人とのご縁を大事にすべき年です。いろんな人とつながりを大切にしてみてください。価値観を共にする仲間たちですね。で、協力し合ったり分かち合ったりすることによって新しいご自分にお気づきになると思います。仲間だという仲間ですね。で、価値観をね、一緒にこう共有できるような仲間にしてください。なるほど、そこがテーマです。テーマです、はい。それでは次、8位お願いします。はい、はい、8位はヤギ座さんです。ヤギ座さんです。楽しみながら情報や知識を吸収することでステップアップにつながっていきます。楽しいことですね。楽しみながら新しいものを習得する時期なので、ヤギ座さんの持ち前のコツコツ型ですね、それは忘れないで、ね、それはそのままに、でもフットワークを軽くしながらね、いろんなことにチャレンジしてみてください。結構ね、情報発信、SNS とか動画投稿なんていうのも結構いいかもしれない。あ、なるほど、うん、やってみたいと思ってた方やってみてください。じゃあ次、7位ですね。はい、はい、7位お願いします。はい、7位は天秤座さんです。はい、自分らしさを発揮できる環境を作る年です。健康に1週間を始めると OK です。自分の習慣を見直して無理しないで自分らしくいられるという心地いい環境作りを意識して作ってみてください。前半戦ですね。前半コツコツと努力していくと9月の後半です。9月以降の後半、自分をアピールする機会っていうのは与えられるそうです。はい、頑張っていきましょう。はい、お次が、次が6位です。ありがとうございます。6位お願いします。はい、6位です。はい、6位は双子座です。双子座。はい、6位の双子座さんは、責任感が増してくる年です。学びや情報を通して、才能を社会へ還元する意識を持ってください。理想や目標、きちんとね、描いてください。どうなりたいのかとか、ね、周りにも伝えることを意識してみてください。そのビジョンにつながっていきやすい年。そうです、そうです、ね、ちゃんとそれを意識して向かっていく。そんな中ですごく信頼できる人との出会いっていうのも期待できそうなんで。なるほど、そう、
ビジョンとつながり、そう、ここが2020年の大きく変わり、大きいですね。はい、ではお次が4位、5位でした。5位の発表に参ります。はい、はい、お願いします。はい、5位は乙女座です。はい、はい、幸運の星がパートナーシップのエリアに、恋愛運の結婚の最上の星。わぁ、来ましたよ。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 ぜひね、一生を共にするようなパートナーに出会えそうです。お付き合いされている方は結婚の話も出てきそうな年回りです。ゆったりと相手との信頼関係を築いていってみてください。いつもの自分だと行かないような場所に積極的に出かけてほしいですね、乙女座さん。また運命の人が待ってるかも。また好きな人を連れていくとかでも、あ、いいですね。うん、いいです。次が3位ですね。4位でした。2022年の主役です。うん、何が起きてもラッキーな未来なんですね。収入アップの予感があります。収入もです、うん、これね、分かりやすい。そうですね、はい、安心できる居場所作りが必要となります。全体は上がりそうですか、2022年。テーマが愛です。